こんにちは、血液中継でございます。ということで今回は本田チカラの恋愛マニュアルというのをやっていきます。女友達が恋愛相談に来るから、そっからちょっと彼女にこう、 うまく自分の彼女に取り込まず的な感じだと思います。さてさて、どうやってやるんでしょうか。ありがとうございます。お、いいですね。いや、昔懐かしのマンションのドアですね。好きな女の子の恋愛相談に乗るふりをしつつ、なんとかそのこといい感じになれ。なるほど、素晴らしいじゃないか。これから？いや、もう彼氏が最近来ないんですよ。向こうからはあんまり連絡してこないし、ちょっと私がメールしてももう次の日ですから。ごめんな。いや、別に偏見とかじゃないんやけど、いや、なんかもう、いや、整理したいな、ちょっと一回。いろいろ突っ込むところありすぎて。いや、まず、これ、北か北に出てきた、妹キャラのやつだよね。うん。ほんで、いや、別に俺、偏見とかじゃないんだけど、あんな面の、あんな面構えのくせに、彼氏が、みたいな、そんな言い方あるない。え、なになに、え、俺こいつと付き合わないかの。いや、てかお前ら、お前らガチの兄弟じゃねえの。お前さ、え、そのカリフラワーヘアめっちゃ一緒やんか。なんちゅうゲーム。話聞いてなかったじゃな。何も入ってこんかったわ。そんなやつ別れて俺と付き合おうや。そうしよう。そんなやつと別れてさ、俺と付き合おうや。早いって。喜んどれやんか、女。ごめん。段階はちゃんと踏もう。いや、飛びすぎや。いや、俺もそこまで行け言うてへんしな。ちゃうで。付き合おうや言うて、なんで腰踏んねん。早すぎやって、もう。飛びすぎ。狙ってたんだ、ちゃう。え？話聞いてなかったから分からへんねんて。忙しいんちゃう？まあ忙しいんちゃう、うん、それだけじゃないんですよ。え、彼女に一回休日出勤やって言うから彼にご飯作っといてあげようと思って、うんうん、こっそり家行ったんですよ、うん、ちょっともうちゃんと聞いてます。は、うん、いいですよ。じゃあ自分で何とかします。なんな、話聞いてるんやから。ちゃんと聞いてるや。うわー、もうこんな彼女がどんな相槌を求めているか、もう一回じっくり考えよう。嘘や、嘘ないって。え、これさ、いや、今の喋り方なんか口がアングアングしてるやけど、これデブの喋り方じゃないの。こいつなんちゅう喋り方してる。いや、もう彼氏が最近冷たいんですよ。ギャップやばいって。あ、彼氏とかほざいてんじゃねえよ、てめえ。いや、向こうからはあんまり連絡してこないし、ああ私がメールしてももう次の日にしか帰ってこないんです。あ、もうそりゃそうやろな。うん。でもそれはあれや思うで、なんかいや、なんかもうちょっとあると思うな。まあ別にその顔面は変えられへんのはしょうがないけどさ、なんかこう化粧で今どうにでもなる時代やんかね。もうちょっとなんかあると思うね、俺は。うん、それだけじゃないんですよ。え、ちょ、うん、一回休日出勤やって言うから休日出勤ご飯作っといてあげようと思って、はい、こっそり家行ったんですよ。へえー、ちょっともうちゃんと聞いて。いや、むずすぎるって、うん、いや、自分で何とかします。何の合図中ではいいんすか。いや、めちゃめちゃむずいやん。はぁ、彼女がどんな合図を求めているかもう一回じっくり考えよう。誰しゃべってんの。もう一回、え、これは考えてる。彼氏が最近冷たいんですよ。ああ、それ冷たいやろな。うん、いや、向こうからはあんまり連絡してこないし、私がめっちゃむずいやんか、これ。どうやって帰んねや。忙しいんちゃう？忙しいんちゃう？それだけじゃないんですよ。それだけじゃない。一回休日出勤やって言うから、彼にご飯作っといてあげようと思って。うん。うわ、素敵。ちょっともうちゃんと聞いて。ええー、ちげえの。いいですよ、じゃあ。素敵やんか、ご飯作ってるんやろ。ご飯作ってるんやから、うわ、素敵言うたんやで。あいつ挟んだんやで。それでもういいですよって、お前ふざけんな。どんな相槌を求めているか、もう一回、じっくり考えよう。腹立つわ。ほんま腹立つわ、俺。なんだ。彼にご飯作っといてあげようと思って、こっそり家行ったんですよ。うわ、素敵。
笑うな。そしたらなんと、彼が家でゲームしてたんですよ。マジでー。なんか夜、予定あるからとか言って出て行って。どう思います？おっしゃ、やってくれやった。もう長え、もう疲れた。え、どうもやつ浮気してるんちゃう？忙しいだけやってめんどくせえな。どっちでもええやんけ、自分で聞けや。ほんなもう忙しいだけやって。忙しいだけやって。そっか。え、そんなわけねえやろ、ゲームしてるんやから。そうですよね。え、ありがとうございました。なんかすっきりしました。え、マジで？じゃあもう帰ってくださいそんな返され方ひでえな。もうちょっと心を揺さぶろう。すいません。せやな。あ、こっからや、やった。浮気してるんちゃ？それ浮気してるんちゃ？え、浮気？お。嘘。え、なんでそんなこと言うんですか？うわ。泣いてもうたね。ブイブイ。泣く、ティッシュで拭いてあげる、叱る。んじゃもう泣こう、あえてね、あえて一回泣こう。ニセなんで泣くよ、やめちゃう。ちゃう。うん。泣いてくれ。なんで女さんまで泣くんですか。ふうから。あれ？あれ？意外と受けてる？嘘だろ？電話してみます。え？やばい、ここで彼氏と電話つながったらこの今のいい雰囲気がなかったことになる。ほんまや。電話よしない。あ、いい具合の電話つながれ。30回連打？30回連打ってやばいって。何したの？俺が出るわ。え？もしもし？結婚しないか。え？え？そんなこと電話で言うかな。まあそうなんだけどさ、普通はさ、プロポーズする場所ちゃんと考えたりしてさ、夜景が綺麗なとことかね、ちょっと高いレストラン予約したりして。電話でするか。誰？誰か来た。彼氏？結婚しよう。え？CM みたいな展開はやられる前にやれ。いや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 、なんで彼氏は男が出たのに何もそこスルーなんや。どんだけ難しいん。30回ちゃんと1234567891123456789112345678910。電話よしなよ。お、変わった。上がるだけあって。そう。あ、30回ジャストってこと？いやーマジか。じゃあやめときます。めっちゃ難しい。てかもうどうでもよくなってきたな。あら。いやいや。にやけてんじゃねえよ。半分は得やし。え？もう出会いなんてもういっぱいあるって。しかもその辺に転がってるかもわからない。お前な、目の前にいい男おるもんな。そうですよね。なんか前向きになってきました。お。終電大丈夫ですか？ない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 、もうない。終電ないわ、止めてや、あかんな。歩いて帰るし、もうちょっと喋ろう。あ、これ一番いいね。うん、でもね、やっぱりいやでも、いやね、あのね、いやゲーム上やったらこれやと思うねんけど、俺これいけると思うねんな、普通に。もうそんないけると思うねんけどな。いや俺やったらこれやねんけど。うわあ。わざと出しすぎって。止めてや。あ、ちょっと待ってください。え？え？あ、まだありますよ。はい、よかったですね。うわあ、一番気まずい。一番気まずい。最悪やこの展開。まだ逃すにしろ。終電はちゃんと調べよう。はい、すいません。いやもうこれ歩いて帰るし、これが一番いいやろ。うん。でも歩いて帰るし、もうちょい喋ろうや。え？でも本田さんって大阪ですよね。歩くの無理でしょ。え、あ、まあ、まあ、結構歩くです。うん。え、嘘でしょ。いや無理ですよ。いや、満喫で朝までとか全然時間潰したりもできるし。そんなんお金もったいないし、もう電車歩きに、ね。
うわ、めちゃめちゃ帰らせるやん。そんなんさ、自分のバックボーンに見合った。バックボーンとか言うなや。背景って言え。あのさ、今度泊まらせに来たんやろ。ちゃうん、こんな夜に。なんでこれ帰らなあかんの。いや、まあ帰るけどさ、これやろな。やばい、ギリギリは間に合うかな。じゃあ間に合わなかったら帰ってきてくださいね。え、いや、そんなに言われたらもう間に合わへんよね。じゃあ朝までいます。うわ、え、明日大丈夫なんですか。うん。ああ、いや、めっちゃええ時間やん、こんな。さっきからあくびばっかしてるやん。もうそんな。そんなことないですよ。もう眠たいんちゃん。ええ時間やで。え、もう寝る。今度あくびしたらキスするで。もうこんなこっちや。もう次あくびしたらキスするで。うわ、いいよ、いい時間帯し、意識も朦朧となってるから。正常な判断ができん。なかったらいいんですね。あ、え、わざとちゃうよ。もう、え、ルールなんで、ルールなんで、きっしょ。はい。え、いけんの。わ、きっしょ、ルールなんで、うへえみたいな。え、嘘。え、なんだよ。大変よくできました。あとは実践あるのみ。マジか、この通りやったらいけんのか。楽勝だな。よっしゃ、今度あくびしたらキスするで言うたろ。はい、ということで、今回この辺で。